この料理は東京に昔からあるものだが、大きいのでちょっと厄介である。金串を打つのにコツがあり、何も知らずにただやたらに何本も串を打ってはいけない。最初に金串を扇形になるように打つ。それからあとは何本打とうと扇の要のところを中心にすれば適当に打ってよい。そうすると手で持つのに便利であるし、焼けても扱うたびに身が壊れるという憂いはなくなる。実際やっているのをご覧になれば一目で納得されるだろうと思う。甘鯛といっても東京ではお骨鯛と言われるもので、静岡を中心とした近海で取れるのが良いとされている。関西に行くと北陸から回ってくるもの、若狭から来ているもので、グジと言っているが、これは北陸の海に生息し北陸の海のものを食っているので、お骨鯛とはだいぶ違う。お骨鯛という甘鯛とグジと言っている日本海の甘鯛とは一見同じものだが、色が若狭ものは薄赤く桃色であり、お骨鯛と称する甘鯛は通常の鯛と同じくらい赤色を呈している。グジの方は鱗ごと焼いても食えるが、お骨鯛の方は剥がさねば食えない。グジは鱗ごと食うところに風情があるのであって、一部の人々に喜ばれている。たまたま東京のある料理屋でお骨鯛を鱗ごと焼いて出されたことがあるが、これはサルマネで大きな失敗である。東京のは鱗を剥がして食わねばならない。鱗ごと焼くのは初めから間違いである。若狭のグジはこのように洒落た食い方になっているので、それを知っておくことも無駄ではなかろう。またお骨鯛にも種類がある。白川と称されているのがある。白川とは普通のように皮が赤くなく薄桃色とか白いものを言うのであって、東京の魚河岸に行くと普通の鯛の2倍3倍の値がしている。それだけに非常にうまい魚である。肉が柔らかいので生で食うことはないが、焼いて食う場合は見事なものである。九州の白川という甘鯛は関東には少ないが、九州から五島列島に行くとそればかりのように多い。塩をして持ってくるけれど非常にまずく、したがって値も安い。時によっては普通の甘鯛の値段の5分の1から10分の1ぐらい安い時もある。形も大きいので小田原ではかまぼこの材料に随分使っている。列車で持ってくるほど使っているので、原本の小田原のかまぼこは色がついていて味がくどく、昔の面目を失っている。本来高級魚である甘鯛が遠隔のため時間が経ち、その美味を全うしないのである。産地で食うともちろん美味なものである。この魚はイタリアのナポリで食ったことがあるが、うまい魚のなかった外国でとても美味に感じた魚である。